ちょっとあのこれやだちょっとさ、この服ちょっと嫌かも。なんか折ろうかな。もう違う。ねえ久しぶり。なんかちょっと変だねこれ。これはこれで久しぶり。間違えた。今日は早起きです。なんでかっていうと学校だからです。今日はなんか多分1年前ぐらいに買ったであろう服を1年前に買ったのに、その時は着ずに今初めて着てみた。後で見せます。みくちゃん、あはるさん、やっほー。ちょ待って待って、なんかさ今顔が多分めちゃくちゃブッサイクだから化粧していきますね。今日は学校なのでちょっと急ぎ目で。でも聞いてほしくて、今日なんか目覚ましより早く目覚めたから、割と余裕はある。だって 本来だったらあと30分後ぐらいにメイク始めないとやばいみたいな時間だから、まあちょっと余裕はある。まあ12時過ぎくらいに。私首が短いのにこんなタートルネック着てたらさ、あの首短いじゃん、首短い成人になっちゃうから、ちょっとメイクしていきますね。結構配信もう久しぶりだよね、ずっとミクチャーしてたから。ごめんね、あの顔が今めっちゃむくんでる。え、てかさちょっと一個聞きたいんだけどさ、今ってさ花粉流行ってるよね。え、花粉流行ってるよね絶対。え、流行ってるよね。私さ花粉症になったの、あの3年前ぐらいにね。でさめっちゃ花粉やばいんだよね。ブタクサの時期だよね今。マジで花粉やばくて、毎年花粉症なんですが、それでさあの本当になんかもう鼻あのハクションとかも出るし、ハクションとかも出るし、もう目もめっちゃかゆいで、かいて目かいちゃって次の日むくむ。だから今日もめっちゃ目あの腫れてるっていうかむくんでる。だから昨日本当は病院、花粉のなんかさその薬もめに病院行こうと思ったんだけど、花粉ってさ花粉症って何か、何かに行けばいいの、内科、皮膚科ではないよね。あ、耳鼻科。あ、そうなんだ。じゃあちょっと行ってみようかな。え、なんか一応昨日は日曜日だったから病院がやってなくて、いつも行ってるところが、だからまあいいやと思って、でワンチャン病院に行くまででもないかもしれないからと思って市販薬を買ったのね、アレジオンってやつ。いいか分かんないけど、アレジオンってやつとあと目薬買ったの、花粉症、花粉の花粉やハウスダストのあれに効くみたいな買ったんだけどさ、効くのかな。え、効くと思う。ちなみに
病院の先生が出してくれた方がいいよ。え、で絶対そうだよね。じゃあちょっと行ってみようかな。で私ね、今カラコンつけてるんだけど、なんかその買った目薬、あれどこへ消えた、これか、これ、あーん、これアルガードってやつ買ったんだけどさ、なんか私カラコンつけてて、カラコンつけてる時はこれをさせないらしくて、めっちゃ目薬入れたいのに、めっちゃ入れたい。聞きそう、やばい、聞いてんのかな。アルガード、なんかいいかわかんないけど、なんかまあその、あの市販じゃない、市販、え、マジで死ぬほど入れたくて今。本当にカラコン外したらさ、もうつけれない、ワンデーだし。そう、私ね、ミクチュのお礼配信もしないといけなくて、いつにしようかなって思ってるんですけど、もう恋なんてしないなんて。そう、ミクチュね、いつやろうかな。なんか割と今週は忙しいんですよね。今日もちょっと夜までお仕事があって、今から大学だけど、なんかできれば夜にやりたいじゃん。よくわからないけどおめでとうだって、ありがとう。本当にね、大変でしたよ、もうマジで病んだ、病んではないけど病みかけた、病みかけちゃうよね。けどやっぱりファンの人が温かすぎて、あったかいすぎて、ファンの人、私応援してくれてる人を本当に大切にしようって思った。私のことを応援してくれてる人はね、ひなこさん一筋、ありがとう。ゆうくん、最近何があったっけな、なんか緊張、その服の黒の線数えたら83万あった、やば、数えるの早すぎん。この服さ、ちょっと見てほしいんだけどさ、このさ、なんか黒のなんていうの、このスケスケみたいなやつ、なんかこれ一枚で着ようかな。それはちょっとダメか、さすがに誘惑しすぎ。これ待って、違う、髪の毛さ、早く下ろさないとめっちゃ薄い。スケスケ、この黒のやつがスケスケ、てかさ、聞いてほしくて、昨日さ死ぬほど寒くなかった、昨日さやばくなかった、ええみたいな、えみたいな寒さじゃなかった、えみたいな、昨日ね、眉毛サロン行ったんですね、マジで死ぬほど寒くて。ちなみに今日も昨日と同じくらい寒かったりする？もしかして。
やばい、いっぱい出しすぎた。絶対に。風は冷たかったけど日差しはポカポカだって。え、じゃあこの服だけで出れる？この上着とかさ、羽織物何も着ずにこれだけで出れる？いけるよね、長袖だし。昨日ゆっくりできた？だって、昨日はゆっくりできたかも。あら、虹がかかりました。グッドラックとエブリワン、ありがとう。え、これでいけるよね。え、嘘い？嘘、でも私暑がりちゃうんだから大丈夫だと思うけど。で、一回あの今日お仕事あるんですけど、一回帰ってくんのね。お仕事行く前に一旦お家に帰ってきて、ちょっとちょっくら準備してお仕事向かうから、一回帰っては来れるから、夜までに。いけるっしょ。ちなみにしかも一つ言っていい？今冷房つけてて18度。あ、違う、18度じゃない、違った、嘘ついた。今ね、しかもガンガンについてるんだけど、今めっちゃガンガンについてるのね、エアコンを。その温度を今からみんなに見せたいと思います。絶対みんなはびっくりすると思う。てかもう18度、いつも夏とかは冷房18度なんだけど、今はこれ 19.5。 やばいっしょ、マジ笑えないっしょ。だからさ、まあ、こんな寒い部屋で過ごしてるからさ、耐性ついてるかも。デートしよう、大好きな人が。え、そう、私ね、めちゃくちゃ暑がりなんだよね。なんかもう死ぬほど暑がり。え、待って、本当に顔ブサイクなんだけど、どうしよう。冬も半袖短パン余裕ない。え、冬全然さ、私足出すんだよね。だからみんなに言われる、ねえそんな足出して大丈夫って言われる。鼻ほじんの、鼻ほじってない。そうだよ、若いうちに足は出しとかないと。出せるものは出しとこう。今しかできない。そうでしょ？ちなみに今日の服をみんなに見せようか。ちょっと涙袋描いたら見せる。待って、ショールーム久しぶりすぎて死んじゃう。やっぱショールームが一番落ち着きますね。私12月とかに生誕祭とかやろうかなって思ったんですけど、
んと履いてるよね。履いてないよ。履いてないけど、あのこれワンピースだから大丈夫、見えない。一回見てもらっていい？なんかこういう服なの。見えないよね。あ、見えないか。あ、見えないか、全然。あ、全然見えないか。なんかもうこんな感じ。ここまで、ここまでのワンピースで、このこのスチスチのワンピースを上から着てるって感じなの。だから、まあ、つまりこれを脱げば、ただの白、ただのボーダーワンピースなので、これを一枚できるのはどうでしょう。このスチスチさんを。おかしいですよね、それは。ということで、これだってね、古出てる場合じゃないの、本当に。これ可愛いかな、これさ、多分1年前とかに買ってる。かわいい、いける？スチューしてると捕まります。だって捕まっちゃうか、さすがに。本当にやばい、目薬入れたいすぎて死んじゃう。どうしよう、どうしよう。なんか効いてんのかどうかもわかんないけどさ、普通に入れたいよね。けどカラコン捨ててるから入れれないんだ。超かわいい。皆さん、今日も投票よろしくお願いします。投票お願いします。顔がむくんでる、めちゃくちゃ。投票イエス高須クリニック、どういうこと。投票完了、申した。投票終わりました。あー、ありがとう、みんな。みんなのことが大好きだ、嬉しいよ。マジで投票ってみんながいないと、あのあれだからね、みんながいないとできないものだから、嬉しい。泣けちゃう。あれ、みんなに何送ってる、気になる。よいしょ。ね、てか爪めっちゃさ曲がってない？もういや、なんか。投票場所は私のインスタ見てください。コンテスト用の。やばい、トイレ行きたい。トイレ行きたい。てかさ、あんま言わなくていいよね、こういうの。トイレ行きたい、どうしよう。でも今トイレ行ったら非常識だよね、さすがに。こんなこと言う女の子いないよね、配信でさ。
全部出してして、別に行きな、だってアイドルでもトイレ行くんだな、だってまあトイレぐらいは。お鼻詰めにしたいと言えばオッケー。違う、お鼻詰めに行くほどでもないんだよ。なんかお鼻詰めに行くほどでもない。てかさ、ちょっとさ、そうだ、聞いてほしくて、なんかこの間歩いてたらまたナンパさんがいらっしゃいまして、出た、現れたと思って、しかも前なんか見たことある人だったの。私のなんかその最寄りのね、いつもなんか前に多分声かけられたことあって、で私って結構なんか見たことあるみたいな、この人なんか見たことあるって思ったの。って思ったらめっちゃついてきて、そしたらなんと向こうも覚えてて、お久しぶりです、覚えてますかって言われたの。怖くない？なんで怖くない？やばって思って、まあ案の定無視したんですけど、私は案の定って今使い方間違ってたよね。お話し会でもよく聞くやつ。やばくない？でさ、私改札入ってさ、改札入ったのにずっとついてくるの、改札入ってからも。でそのホームのとこまでついてきて、やばくない？取るしかないか。あ、もうどこに落ちたかも分かんなくなっちゃった。もういいや、後で取ろう、ちょっとめんどくさい。やばくない？ホームまでついてきたの、改札わざわざ入って、信じられない人間すぎてさ。怖いよね。でもいろんな女の子をナンパしてました。ちなみになんかさ、なんなのマジで、何回も会ううちにいつの間にか長くなるパターンで、無理なんだけどマジで。私さ、ナンパ、もちろんナンパで付き合って付き合いましたっていうね方もいると思うんですけど、それはね、すごくいいと思うんですけど、私的にはナンパで付き合うは私は嫌だから。だってさ、みんなにしてるじゃん。そういう人ってみんなにしてるじゃん。ナンパしたことのない男、ナンパ経験のない男、どちらが、ナンパしたことのない男、嫌なんだけど普通に。で私って本当にメンヘラ女だから、メンヘラちゃん女。あん、
純愛。だからみんながまあどこまで耐えれるかだよね。みんなはどこまで耐えれるの？メンヘラに。じゃあまず、じゃあまず、じゃあまず、位置情報交換。どうこれ。なんかさ、こういうさ質問前にもした記憶がある。位置情報交換。もうちょっとやだえ、あのさ普通質問なんですけど、位置情報交換は何が嫌なの？え、何が嫌か教えてほしい。位置情報交換って何が嫌なの？嫌な人は、嫌な人は何が嫌なの？なんか監視されてる感があって嫌だみたいな、そういう感じ。浮気がバレる。だってマジ最低だね。本当にさ最低だよね。浮気する人って本当に地獄に落ちればいいのに。どこにいるか全部筒抜きは嫌じゃない？だって、え、全然、むしろね、監視されてる感あるから嫌だって。やっぱそうなんだ。私全然見られてていいんだけど。どうぞいつでも見てください。だしこっちも見せろやみたいな感じ。見せろよ。逆にメンヘラどこ、どこまで、何メンヘラってどこまで、うーん、でも自分がメンヘラだったらさ、なんか何でもいけそうじゃない？そんなことないのかな。位置を確認してどうする？だから浮気調査だよね。浮気対策で、男の人はみんな浮気するものだと思って、だって男だもん。私も男みたいなもんだもん。ちょっと寒くなってきた。さすがに何だろう、私はもう内緒にされたら、てかもう異性と絡んでる時点で、なんか仕事とかで、え、待って、やばい、消えた。マジでがさ死んでた。え、待って、本当に待って、あれ、やばい。
ケー。女の子の LINE 全部消してとか、え、女の子の LINE 全部消していける？みんな、え、その仕事、じゃあもう、あ、じゃあこれはスマホのロック、スマホのあのパスワード、でお互いスマホのパスワードお互いあの把握するわ。え、なんで嫌なの？え、なんで嫌なの？何が嫌なの？信じられないんだけど。え、何が嫌なの？プライベートだから嫌だってこと？口突っ込んでくんなみたいな感じ？アイライン忘れた。マジか。出会い系とかバレる。なんなの？だったら付き合わない方がいいよ。マジで。マジで付き合わない方がいい。浮気する人は。何のために付き合ってんの？じゃあ。彼氏のネットの閲覧履歴。え、全部調べるでしょ。それは。やっぱさ、なんかあれなんだ、じゃあ私って本当にこんなんだから、なかなか耐えれ、これに耐えられる人がいないってことだ。だってファンの方も耐えれる人がいないんだもん、あんまり。やばい、待って、鼻。サイト見ててもオッケーだって。うん、それは全然どうぞご自由に。それはだってみんな見るから、どうぞ。なんならどうぞご勝手にどうぞ。あとね、アイラインとハイライトしたら終わる。やばい、今日は順調すぎて泣いちゃう。どうしよう。うるさいよね、絶対近所迷惑さんから。浮気するなら付き合うなって話ですよ。でもね、わかるよ、本能だよね。わかる、私も男だからわかる。待って待って、今のめっちゃ爆弾発言。私も男だからわかるわ。やばい、間違えた、今の爆弾発言する。おいおい、なんか質問がすごいことになってる。質問がすごいことになってる。まあまあ、本能だからね、仕方ないよね。安心して稲子ちゃんの気はしてるからって。ほんとそれ、疑っちゃうよ。
めんどい女だから。今日のメイクのポイントはない。なんかもうずっとこれ、もうずっとこれ、何年間もずっとこのメイク、何年間も嘘か。ほとんどの男は彼女いてもひな子に誘われたら断れないよ。だって、え、本当？本当それ？メンヘラの全部に対応できるとしてしたら飽きられそう。逆にね、それはそれはおもろい。じゃーん、完成ではないけど、アイラインがちょっとね今向こうにあるんだ。あと髪の毛がボッサボサ。どうして、あん、君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから。困りまよ可愛いって、可愛い。ちょっと待って、アイライン持ってきていいかな。ほんでさ、この格好ちょっと私合わないかも。なんかこういうのあんま着ないからさ、ちょっと待ってて。お待たせ。よいしょ。あと1時間後くらいに、1時間後には出ないとか。ちょっとね、アイライン乾きますね。ブス感。まっすぐなその優しさを抜く。最近ゲームは何してるのって。ゲーム最近してないの。なんか私って男みたいな顔してるよね。スマイルとして、この時間帯の配信が多いのだって。いや
なことはない。ただ今日はなんか早起きでして余裕あったから。じゃあちょっと20分になったらランキング読もうかな。夜の始まりさ、今来たばっかりだって。今来たばっかりじゃないんでしょ。今週はね割と忙しくて、割と毎日予定が詰めで、本当は今日も学校だけの予定だったんだけど、急に2日前ぐらいにお仕事入って。そうなのよ。じゅんくん、星千個、千、星千個じゃないね、間違えた。星千、ありがとう。ミクチャで見てた名前がいっぱい。ヤグちゃんの愛知が毎日構える持ち目です。ありがとう、白メガネくん。今外行ったけど、そんなに寒くないよ、風強いけど。え、風が冷たいんでしょ？違う？風が冷たいんじゃなくて、あ、起きた。太陽当たるところは暑いよって。もしかしてこの格好暑いかな。夜の始まりさ、海が、これでいけるよね。これ羽織何も着ずにこれだけでいけるよね。ね、みんな、あ、もう時間なっちゃったけどさ、あのさ、仲良しっていうさ定食屋さん知ってる人いますか？仲良しっていうさ定食屋さん知らない？みんな初耳。え、知らないか。知らないか。え、系列店だよ。系列店じゃないわ、チェーン店。チェーン店なんだけど、割と渋谷とか、あとどこにあったっけな、なんか調べたんだよね一回、どこにあるか。え、仲良しっていうね、なんか定食がある、定食以外にもあったはずなんだけど、なんかご飯屋さんがあるのね。そこにマネージャーさんがよく行くらしくて、さあ土鍋炊きご飯、
この間あの連れてってもらったらめっちゃ美味しかったかなおすすめっていう話。恵比寿、渋谷、目黒、丸の内だって。めっちゃ美味しかったから、もしなんか定食食べたいなとかっていう日があったらそこ行ってみてほしい。めっちゃ美味しかったから。大戸屋弥生店の、あ、だったらそっち行くって感じ。弥生店私行ったことないの。どんな感じ？美味しいの？100キラどうぞって、ありがとう。普通に安定の定食屋さんって感じ。普段定食なかなか行かないな。いや定食屋さん私さ最近好きなんだよ。美味しくない？仲良しってところ行ってみて、もしいつか行く機会があれば。え、やばい。ごめんなさい、ヤマト運輸さんが来ていました。注文してたのが届きました。あのさ、あのこの配達、あの時間帯をね決めれるじゃん。でなんかそれで8時から12時にしたのね。なんだけど全然来なかったから、あれと思ってたから今来て嬉しい。で20分にランキングやってたのにもう26分になってた。さあさあ読みましょうか。ちょっと待ってね。やばい、俺20アゴ。それではランキング読みたいと思います。13位シティライバーさん、ありがとうございます。ありがとう。12位かりんとうさん、ありがとうございます。11位アンキさん、ありがとうございます。10位まぼろしさん、ありがとうございます。
9位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。8位ちゅうたさん、ありがとうございます。7位はなちゅん、ありがとうございます。6位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。5位白メガネ、ありがとうございます。4位ソースイさん、ありがとうございます。3位グッドラックトエブリワンさん、ありがとうございます。2位じゅんくん、ありがとうございます。そして1位はダミチーさんでした。ダミチーさん、ありがとう、ありがとうございます。皆さん急に始めたのに配信見に来てくださってありがとうございました。あとね、もうちょっとしたらお家を出て学校に向かいたいと思います。それではみんなバイバーイ、ありがとう、またやるね、すぐ。じゃあね、バイバーイ、じゃあねー。